ナミさん、おはようございます。速稼塾の久保です。毎日大和くんと楽しんでますよ。その中でも体のステーキングっていうのはね、やっぱりね、大きいですね。この体のステーキングがどん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 盛り上がってくるんで、私としてもね、非常に安心してと言いますかね、非常に豊かにね、毎日を過ごすことができます。いや本当にね、あの時プレセールで買った自分を褒めてやりたいですよね。そしてずっとね、この体の魅力に自分自身気づくことによって、ますます体の好きになってね、体のをこうやって広めていくための動画のアップロード、これを続けていくことができるのは喜びです。今回その中でナミさんからまたステーキングの報酬報告がナンバー10として送られてきましたので、こちらの方もシェアしていきたいと思います。動画概要欄につけておきますので、体のステーキングについてご存じない方はご覧いただきたいと思いますけども、私の方からも説明しますと、カルダノっていうのは暗号通貨の一つなんですよね。アルトコインと言われているものです。ただこれは将来的に唯一の暗号通貨になると思います。他の暗号通貨はいらなくなるというところまで来るんじゃないかなと思いますよね。さまざまな特徴があるんですけども、私がものすごくね、これはいいなって感じるのがやっぱステーキングなんですよ。人に言わせれば他のところに価値があるっていうふうにね、言い出す方もいると思いますけども、何を価値と感じるかはその人の考え方とか、その人のシチュエーション、時期によるんですよ。ですんで、私が今回お話したいのは、お金の問題をね、さらに解決してくれるためのステーキングというものです。ステーキングっていうのは、言ってみれば銀行の金利みたいなものでね、正確には違うんですけども、5日ごとに報酬が振り込まれるんですよ。自分の持っているカルダナという暗号通貨の割合に応じて。ですんで、お金の問題解決したいなって方は、体の、良くないですか？いいでしょ？もちろん他の暗号通貨も、こういったステーキングっていう制度を持っているところがありますので、他に魅力を感じる方は他に行っていただいてもいいんですけども、私が体のをお勧めするのは、私が唯一ね、一番最初に分からずに買った暗号通貨が、上場後にブレイクしたっていうところでもあるんですけども、やっぱりね、この、体の枝の制作者であるチャールズ・ホスキンソンさんとお会いして、そしてお話をね聞いた時に、チャールズ・ホスキンソンさん、30億人の貧困、身分保障もない、お財布を持っていない人に身分を与えていきたいと、そういう人にももっともっとね、この社会に、世界に自分の主張を出してきてほしい、そういうことを感じたんですよね。この言葉通りに言ったかどうかは何とも言いません。私が感じたことだったんですけども、チャールズ・ホスキンソンはどちらにしても30億人の人のことを気遣っていると。富裕層のためではなくって、むしろ低所得者の方、生活困窮者のために作られたものだっていうことが、私がねこの体のステーキングを、支持する理由の大きなものになっています。ナミさんもきっとそんなところがあるんじゃないかなと思います。その過程で、そのプロセスとして、まず私たちがステーキング報酬を受け取ることによってですね、この体をさらに強固なものにしていくっていう、そういうプロセスがあるんですよね。ですので、私たちの行動動機は確かに儲かることなんですよ。ビジネスやってますからね、投資をやってますからね、儲かることが一番上に来なくてはいけないんですよ。でも、なんで儲かることが大事なのかっていうふうな、2番目もしくは1番と同じぐらいの同格にある動機として、貧困を救うってことなんですよ。それは自らの貧困もそうですけども、自分でない人の貧困も救ってくれる。それが私はね、ビジネスや投資の世界に入ってくるっていうのが人類初じゃないかなと思うところが、体の魅力と感じるところですね。これからも応援していこうかと思います。ナミさん、一緒に応援していきましょう。それでは。